僕はファトス第6位、残氷だ。会えて嬉しいよ、名高い旅人さん。はい、というわけで、原神1周年おめでとうございます。スカラマッシュを演じさせていただいております柿原哲也でございます。今日はよろしくお願いします。はい、スカラマッシュが登場して、もう約1周年ということになったということでございまして、なんかね、もういろんな意味でなんか自分が、ね、スクラマッシュ演じてこんなにも時間が経っているんだということにちょっと驚きは隠せないんですけれども、まあ、初めて登場したのが去年の11月で、皆さんの前にですね、久しぶりに登場させていただいて、お話に聞きますとですね、めちゃくちゃ人気あるんですよね。めちゃくちゃ人気があるということで、すごい驚いております。こんなにね、久しぶりに登場したのに人気キャラクターになると思っていなかったところもありますので、これも一人にね、皆さんが応援してくださったからと思っていますので、まあ、これからもスカラマッシュ、どんどん人気がね、こう、上がっていくように演じていければなと、はい、思っております。ちなみに先月、スカラマッシュがメインストーリーでこう再登場のこう予告を、出したところなんですけど、トレンド入り、ツイッターでトレンドに入ったということなんですけども、これはもう日本の皆様からもですね、非常にたくさん応援いただいているということで、ありがとうございます。はい、できればね、もう毎月のようにスカラマッシュでトレンドに入ってくれるようなキャラクターになってもらえればなと思ってますので、実装希望の声も非常に大きいということでございます。そして敵対する立場にいる、まあ、彼なんですけども、今回もかなり高圧的な態度ね。いや、僕はこうあれですよ、演じていて高圧的な態度をあんまりこうすると皆さん怖がるかなとか、このキャラクター嫌われちゃうかなと思っているんですけども、何やらやっぱ高圧的な態度というかお芝居が非常に人気があると、言われているらしく、まあ、人気ポイントの一つということなんで、まあ、これは役者冥利に尽きるなと、なんかこうこれからもどんどん高圧的なポイント、お芝居をね、皆さんに提供できればなと思ってますけれども、なんかその高圧的な態度をしているんだけども、この華奢な見た目をしている彼がまたちょっとギャップを感じて、たくさんの方に、こう人気が出たのかなっていうところもありますので、少年と高圧的な態度だったりとか、急変する二面性だったりとかね、ここら辺も皆さんにちょっとポイントとして、スカラマッシュ見ていただければなと思います。ちなみにスカラマッシュ一番最初に僕キャラクターを見させていただいた時に、あれはねスタジオ代官山でね撮ったんですけれども、一番最初はキャラクターの名前謎の少年だったんですよ。いや、ちょっと待ってくれと、謎の少年ってなんか名前もまだないのかなって思ってて、これ一体どういう風に演じればいいんだろう、もしかしたら一瞬しか出てこない、なんかこう、まあ、謎の少年っていうくらいだから少年 A とか少年 B とかなんかね、ちょっとこうアンサンブルなキャラクターなのかなって。でもね、そういう役でも僕やらさせていただくのはすごく嬉しいんですけども、なんかどんどん実はこのキャラクターは、しかも残氷って一番最初書いてあって、残氷ってこの字だけ見るとすごい弱いキャラクターなのかなって、だから日本人はね、その字だけを見るとさ、そう思うかもしれないですけども、いやいやいや、何を言ってるんですか、バカ柿原さんと、すごい強いキャラクターです、すごい重要なキャラクターなのでっていうふうにこういろいろ説明をいただきまして、なるほど、じゃあこのキャラクターはこれから原神のストーリーの中でどんどんこう重要なポジションにつくんだろうなっていうのを、なんかこう自分の中にこうゴッとこう置き換えて、お芝居を一番最初にしたのをね、すごい覚えているんですけど、だから残氷だったりスカラマッシュだったりとか謎の少年だったりとか、こういろんな呼び方があるので、いまだにあれこれ俺何役って言ったらいいんだっていうところでこんがらがるところがありますので、ただ皆さんはスカラマッシュでぜひ覚えてもらえればなと思います。そして今回、ストーリーではですね、さらに別の名前が出ているという噂が、まあでも噂ですから、プレイしてみないとわからない
何やら別な呼び方、ね、名前がこう出てくるということなんですけども、一体どれが彼の本当の名前なのかということも踏まえて、ぜひ皆さん、ストーリーをね、ご覧になってプレイしていただきまして、実際の、本当の彼の姿だったりとかをご覧いただければなと思います。今回再登場にあたってですけれども、彼がですね、まさかの、その自分を生んだその神から、神の心を奪い去ったという、こんな話もしちゃっていいのかなっていうくらい、まだね、でも、ほら皆さん、プレイして、まだない人たちには内緒ですよ。もしかしたらピンを吐いてるかもしれませんけども、もともと、こう、神の造物だったんですけども、神のその心をこう持ってしまった、その、今となっては一体どうなのかなと、なんかすごい力を手に入れたっていうことでしょ。だから、僕がねスカラマッシュの立場でそんな力を手に入れたとしたらどうするかな。たらればの話だからさ、まずちょうだいよ、まずくれたな。その時にようやく考えるんだけど、ないもんな。ないからな。あったとしたら、とりあえず俺は、まず海外行きたい。今なかなか行けないからさ、やっぱ、とりあえずは一番近いところ、やっぱ中国に行きたいねって思いますね。あとは、たくさんの人たちがね、また日本に来てくれるような、そういう、現状になるような、そういうふうに力使いたいなとは思いますけれども、実際は、すごい力を手に入れたら、僕一番欲しいのはお金です。さあ、またですね、今、執行官で登場している3キャラクターの中では、一人は主人公たちと、ズブズブな関係になっているということで、一人はですね、ちょっと、ああいう形になってしまいましたけれども、そして僕が演じているスカラマッシュは、ライデン将軍の神の心を奪い去っていくということなんですけれども、そういえばスカラマッシュは一度もこうストーリーでライデン将軍と会っていないということなんですけれども、これは彼が意図的にそれをもう避けているのかどうなのか、そこら辺もねちょっとねすごい気になるところなんですけども、もし今後自分を捨てた、親的な存在のライデン将軍に会ったら、彼は一体どういう行動を取るのかなと。そういうところもね、またこう声を演じている僕としてはすごい、気になるところでございます。今後のストーリーにもぜひね皆さん期待していただければなと思います。今ファデュイ所属で11人の執行官で、このうちの1人ということで、あとの8人がね、こう僕も気になるところではあるんですけれども、新たな執行官どんな感じかな。いや、なんかね、僕としてはですよ、こうすごいこう優しそうなおばあちゃんがね、もうほんとニッコニコ、よく来たねって言いながらめちゃくちゃやばいことやってほしいです。何なんですかね、そう、赤ずきんちゃんじゃないけれども、あの優しいおばあちゃんが実は一番危なかったって、一番怖かったみたいな、なんかそういう、やばいおばあちゃんをですね、ぜひキャラクターで出て、出してもらえればなって思いますね。はい。そしてそのスカラマッシュなんですけども、彼もめちゃくちゃ生意気で、言っていいのかクソガキな、性格でキャラクターなんですけれども、他の同僚たちと一体どういうふうに絡んでいくのか、まさしく、もしかしたらよ、そのやっばいおばあちゃんにだけは懐くかもしれないから、そういうこう、スカラマッシュとの関係性が、めちゃくちゃこう、面白い。どっちがイニシアチブ取るのかっていうバランスがね、こういろいろ崩れるような、そんなキャラクターをぜひぜひ、期待したいなと思います。はい、原神をですね、本当にたくさんね、プレイしてくださいまして、本当にありがとうございます。皆さんがプレイをしてくださることによって、スイカボイスが増えるんです。はい。我々役者も非常に本当に喜んでおります。末永く原神がね、
もう世界中にこう広がっていく、プレイヤーがね、もうどん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 数字が伸びていくっていうのを僕らも期待しているんです。なぜならば、ちょっとね、原神、今回、スカラマッシュも、ちょっとセリフをですね、また新規収録だったりとかさせていただいたんですけれども、そのやっぱセリフの中にも、今までずっとプレイをしてくださった方々、そしてこれからプレイするよ、初めてプレイしたよっていう人たちだったりとかが、もうどっちの方でも楽しんでもらえるようにセリフのパターンを、取らせていただいております。だから再会したのか、再会というかもう初めて会った人たちだったりとかに向けてのお芝居だったりとか、そういったところもですね、分岐としてありますので、こういうね、細かいところも皆様にはぜひチェックしてもらいたいなと思います。だから1回しか芝居をしてないんじゃない、2回も3回もいろいろお芝居をさせてもらってるんで、その僕らがお芝居した中のどのお芝居に皆さんが出会うかっていうところもですね、楽しみにしてもらえればなと思っております。ということで、ぜひぜひ引き続き、原神応援よろしくお願いします。以上、スカラマッシュ役の柿原哲也でございました。バイバイ。